89年目。お、義経さん、いきなり来たね。ただそれ、ノーサンキューなんで。よしよし、周遊駅入れるね。あ、また借金してきてる。もはやこの動画シリーズの準レギュラーと言っても過言ではないですね。お、ホノルルの物件はいいね。なかなか行く機会ないからね。今月は福山。ここも結構物件価格高いですね。あ、厄介な売り場に入られた。まあ、刀狩りは刀狩りを最優先にターゲットにするからしばらくは大丈夫だけど、佐久間に持たれてるってのがちょっと厄介だね。お、いいカード。は？いやいや、それはさすがに優先順位おかしいでしょ。ダギングすればロイヤル EX だの刀狩りだのに変化できるのに。お、そこそこいいでね。今月は佐世保。イベント物件の通信販売会社が美味しい駅ですね。詳しい効果の説明は発生した時にでも。あ、早速使ってきたね。まあ、まずは当然そっちだよね。そしてこのダブルチャンスである。佐久間がやってるとすげえインチキ臭く見える。あ、カードバンク当てた。まあ、コンピューターはカードバンク使わないから別にどうでもいいね。あ、キングに捨てちゃった。特製霊2枚もいらないでしょ。刀狩りを引き出して佐久間から刀狩りを奪い取ります。リニア周遊とか取られるとそこそこだるいからね。ちなみに竜穂も引き出されてますが、これは普通に間違えました。ガバプレイ。お、ダブルチャンス来た。ラッキー。ちょ、ひどいものを見た。さすがに引き運がピンポイントすぎるでしょ。ちょ、文太さん働きすぎ。今年すでに3回目ですよこれ。沖縄県海上で壮絶ななすり合いが発生。そして時限爆弾のなすり合いも発生。状況が混沌としてきたな。
とりあえずこの引き出した刀狩りと牛歩、ついでに千載一遇をカードバンクに預けに行きます。この辺はカード袋に入れてても枠を圧迫するだけですからね。うわ、そのピタリは地味にきつい。え、エンマ、貧乏神よりも次元爆弾の処理を優先する模様。そんなに急がなくてもまだ爆発しないって。今月は太宰府。九州もだいぶ独占が進んできましたね。これで独占50駅目。独占もだいぶ増えてきました。出たなジジイ。今回は独占50駅記念ですね。独占50駅記念では30駅記念と同じく物件飛び周遊がもらえます。あ、てめえ何しやがる。弁慶さんありがとう。弁慶さんはこれが強いんですよね。おい、なんでこっちに投げつけるんだよ。こういうのは貧乏神がついてる人に投げつけるのが効果的なのに。あ、エンマにも入られた。刀狩りの売ってる売り場の近くは塞がない方が良さそうですね。ちょ、なんてもん買ってくんだ。あ、捨ててくれた。妨害系の優先順位が低くて助かりました。いやー、ボムシュレッダー便利ですね。次元爆弾でカードを破壊されるリスクがなくなるのは大きいです。今月はエンマから刀狩りを奪っておきます。こういうのは余裕があるうちに対処しておかないとね。おい、まあ、こういうこともあります。まあ、だいぶ隙に入られた。場がどんどんカオスなことに。エンマ、刀狩りより貧乏神の対象優先したか。まあ、妥当な判断だね。ていうかこっちまで届くのか。うわ、すごい出目出た。赤峰まで行けたので今月はカード補充。距離的にゴールされたら貧乏神が来そうだけど、さすがにリニアでなすれるし問題ないかな。物件飛び周遊を打って、空いてる枠に限界まで乗っ取り放題を詰め込みます。ついでに残ってる乗っ取り放題も新品に取り替えておきましょう。あ、ついに出たか。ふう、黄門様がいてくれてよかった。
いや誰もゴールしないんかい。っていうかエンマ、急行系持ってなかったっけ？なんで使わなかったんだろう。しょぼ。4って。お、義経さん。せっかく来てくれたし、ここは飛んで寄せておきましょうか。お、確定軍はすでに行動したはずだけど、ラッキーですね。4000億円、ありがとうございます。土方さんもいいね。ふむ、そこそこの出目。今月は宮崎。そろそろ目的地にも動いてほしいね。今月誰もゴールしなかったら狙ってもいいかな。は？ダダッコモード入りましたー。佐久間、大人なんだからもうちょっと自重して。サイコロが増えるとかその辺は別にどうでもいいんだけど、乗っ取り放題が効かなくなるのがとてもとても面倒くさいです。ハイゴール、知ってた。四万十川か。そこそこ近いね。うわ、また面倒なカードを。って、投げ捨てるんかい。もったいない。今月は京橋を崩しておきましょうか。秀吉さんはそこまで優先順位高くないけど、崩しておいて損はないからね。あ、忘れてた。何やってんだ。佐久間はこれが面倒くさいんだよな。お、リニア切ってきたね。ロイヤル EX でもほぼほぼなすれるだろうけど、別に消しる必要もないからね。お、また来た。まあ、ここからなら別に飛ぶ必要ないっていうか飛ばない方が良さそうだね。うお、またまたとんでもない出目が。今月は友の裏。造船所1700億円が美味しいね。残念、ハズレ。お、エンマがゴールしたか。秋月か。
また吸収。お、新人さん来た。しかも林。これは美味しい。お、小五郎さん。グッドタイミング。わざわざ貧乏神をなすりに行く必要がなくなりましたね。今月は有田。ハイゴール。まあ絶好調佐久間ならこのくらいの距離一発ですよね。お、お台場か。一気に北上したね。外れ。早くキング様かポコン呼んで。この状況ならキング様よりポコンの方が面白そう。いい感じだ。陽気比、だいぶ収益落ち込んだね。創始さんは佐久間が少し伸びたか。なかなか叩く機会が来ないですね。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。